フランスの軍事指導者、政治家。軍事組織ミリースを組織し、対独協力を行った。1897年3月19日に、アンケンのコリニーで生まれた。第一次世界大戦では、レジオンドヌール勲章を受けるなど、英雄として扱われた。戦後、家具職人となった後、ニースで自らの運送会社を設立した。一方で彼は、 右翼の純軍事組織、アクションフランセイズのスポンサーでもあった。その後、クロアド風やカグール団 EN、ラカグールなどの右派組織に参加し、1936年にはフランス人民党に参加した。1939年に第二次世界大戦が始まると義勇軍として参加し、マジノ戦付近で勤務した。しかし、 フランスが敗戦に陥った1940年6月にニースで捕虜になった。休戦後、彼はビシー政権が組織した在京軍人暴公会のニースにおける幹部となり、フィリップ・ペタンの国民革命を推進するためと、ボリシェビズムとの戦いのために兵を募集した。翌1941年7月10日、在京軍人暴公会は、 ドイツ占領地域全域を対象とする保安部隊に改組され、1943年1月1日にミリスとなった。ミリスの指揮権は首相ピエール・ラバルが握っており、ダルナンはその副官として事実上の統率者となった。ミリスはハンドクレジスタンスに対する激しい弾圧を行った部隊として知られている。コラボラシオンの最中、ナチスドイツに嫌悪感を持つが、 ミリスの武器調達の必要性から目従した。1943年8月にはアドルフ・ヒトラーに個人的な中性先生を行い、新英隊外人部隊の新英隊中尉の階級を受けている。10月には武装新英隊の第 33SS 武装敵弾兵士団シャルル・マーニュにミリスの兵士3000人を志願させた。この際、12月、 ドイツの後押しにより、ダルナンは、ビシー政府の内省及び、警察長官として入閣した。連合軍がフランスを制圧しつつあった1944年9月、ドイツのジークマリンゲンに、ペタニア、ラバルラビシー閣僚と共に逃亡した。亡命政府として組織されたフランス政府委員会にも、内省として参加した。11月には、新英大将佐の階級を受けている。 1945年4月にはドイツから逃亡し、イタリアで逮捕された。10月3日には死刑を宣告され、10月10日にパリのシャティオントリデで銃殺された。ありがとうございます。